はい、今回この問題についての質問ですね、まずは読んでいきましょう。右図において四角形 ABCD は一辺の長さが3センチの正方形ですと言ってるので、まあ、正方形がヒントになってくるので、まあ、チェックしておくと。で、ABCD3 センチやから、まあ、この辺に3センチというふうに書いておいてあげたらいいかなと思います。E は直線 BC 上にあって C について B と反対側にある点であり、 CE 小なり BC、 CE より、BC の方が、 CE より BC の方が、まあ、こっちの方がでかいよと、まあ、これ見たまんまやからいいですかね。 FG は直線 DC について E と同じ側にある点であり、はい、4点 DEFG を結んでできる仕掛け DEFG、 これですね、これについても正方形ですと。でこれもしっかりチェックついてますね、はい。で H は E を通り DC に平行な直線と線分 DG との交点、H は H これですね、 H は E を通り辺 DC と平行、ははこれとこれが平行と、はい、まあ、こういうのもチェックしておいて、CE イコール X センチ、 CE イコール X センチ、ここが X センチとして、0小なり、X 小なり3と。でここもチェックしておきましょう。ここがね、最後答えが2つ出た時にここで、1個削れるというパターンになると思うんで、まあ、チェックしておくということです。最後に必要かな、はい。でまあ、今回4番、まあ、x イコール2って書いてるからこれはあんまり関係なさそうですね、はい。その時の dh の長さを求めなさいということですね、はい。まずこういう問題来たらまずどうするかっていうと、まずこのカッコ4番はカッコ3番が絶対ヒントになってるの法則があるんで、カッコ3とかカッコ2カッコ1がヒントになってるんで、まあ、1,2,3 を見た時にこの相似の証明があると。でなんでこれ相似証明してんのって言ったら、それが4番で使うから証明してるという考えなので、もし仮に括弧3番解けなくてもこの三角形 DCE とこの三角形 EDH っていうのは非常に大事になってくると、まあ、ヒントになってくるということですね。で、順番に見ていくと DC はって言ってるから、 DC はこれは正方形からここ3センチですね。で CE は、X やけど X が2っていう風にやったからここ2ですね。で最後 DE は、はい、これ分かれへんけどここが3でこれが2でこれ直角三角形やから三平方の定理できますよね。だから、まあ、サクッと求めると3の2乗足す2の2乗だからサザンが9足す4でルート13と、はい、もう全部出ちゃいました。そして、次 ED、 ここですね。 ED を見ると ED は ED ここか、ちょっとこれは置いておきましょう。 DH、まあ、これを求めなさいからこれは分からんわけやな。で EH ん、あ、ちょっと待って、 ED 分かってんのか。 ED さっき求めてるやんっていうことですよね、はい。 ED ルート13って分かってるやんっていうこと で EH は分からへんと、はい。で今 DH 求めなさい。で DH 分からへんけどもう他全部出てるから、まあ、こことこことこことでここ分からへんってことやからもういきますね。3対2イコールルート13対、まあ、DH とこうしておきましょうか。3×DH イコール 2×√13、 両辺に3分のつけてあげて DH イコール3分の2√13センチメートル。こんな感じですね。頑張っていきましょう。